将軍すき焼き様が帰宅でござる。花の都に集うほどの大騒動が起こっていた。おでんに継がせたい。もちろんです。私にもしものことがあった場合、おでんが帰る。黒ずみおろちだ。黒ずみ家お名返上の機会を賜り、おでん様の即位の準備を私めが。黒ずみだったか。なぜ隠してた。待て、ほら黒ずみ。いたぞ黒ずみだ。待て、逃がすわけにはいかねえぞ。黒ずみは和の国の家。見えるよ、未来が見える。え、お前将軍になるよ。トップに立っちまえば法を作れる。罪など子供が生まれなかったのさ。世継ぎがね。わら飯はすき焼き。黒住家は天下を取り損ねた挙句、計画はバレ、お前の今の惨めな境遇は光月すき焼き。そうだ、お前もいずれ将軍だった。お前がわしの言うことを聞くならば、将軍になるための力を。金を貯めて武器を生産しな。わの国だ。オロチと申します。家族が病に倒れてしまい。それは不憫だな。ここで働け。ありがとうございます。金もなくなった。おろちでごぜやす。へえへえ、金が必要になってしまいました。安家様に金を借りるなど、どうかお金を、うん、またか。今度こそ返す当てがありますので、お願いします。次の標的は。おでん、どうした。突然家臣も連れず。城に置いてやってほしい。よく働くし薬も作れる。みんなオロチをよく見てやってくれ。すき焼き様、しっかりなさってください。すき焼き様、わしにもしものことがあったら頼むぞオロチ。オロチを盛り立ててやってくれ。あの島からだな、シロキちゃん。ああ大丈夫だ、日和、桃之助。何でも嘘だろ。お衆たちが逃げ戻った。お前らじゃ何も面白くねえ。わー、せんちゃん。白ひげか、久しぶりだな。一丁やるか。生きててこその殺し合い。なんだあいつ、すっげえ速そう。侍か。おやおっと、もどき。噂通り強いな。カムシャリで取りごとくれ。強そうには見えねえが。おい、おでん、本当に読めるんだな。この文字は和の国の光月家に伝わる一子相伝。私は誰も到達できなかったログポストの最終島はもう一つあるんだ。そこに行き着いてこそ場所を示すのがこの文字が刻まれた四つの赤い。昔から世界政府が読むことすら禁じていた。名実ともに俺たちは
世界一の海賊だ。1年でいい。おでんを貸してくれ。最後の島にたどり着ける。この通りだ。おい、やめてくれ。ふざけるな。行ってみて。行かせてくれねえか。いや、そう。いやに決まってんだろうが。元気でやれよい。ああ、我々は残りますよ。ロジャーのやつが礼に置いてってくれましたよ。すげえ額の宝。食料は突き返さねえが。光月おでんの一家。ロジャー船長！犬嵐！猫！おでん様はミユカが一番楽しいぜよ。もらってくぞ。おい、金は？お客さん！こいつ、仇に手出してるぞ。船長に殺されるぞ。仇には金払えっつうの。お前らにとびっきりうまいおでん。仇には見えねえな。おだー、まともに食らったぞ。おでん、お前生きてた。やっちまえ。この合いだな。これがワノ国一の、さあ、みんな食ってくれ。ブフ。新しい仲間を盛大に迎え入れるぞ。空自体は広い。まだ広い。空に人が住んでる。真意を心に刻む。ポセイドンって兵器のことが書いてある。そうか。これでいいか。ああ、上出来だ。見せてもらうぞ、ロジャー。お前も生涯をかけた。野郎ども、世界へ帰るぞ。初めてだ。綺麗なところね。水の都か。どんと着いたか、ロージャー。トム、海列車のことか。バカ言え。まだまだ設計がここに来たってことは船の修理だろ。ええ。パンツ一丁で作業た。気合の入ったガキだな。お前ら海賊だろ。それがどうした。海賊ならいい。ちゃんと言ったことがあるぜ。油断するなよ。生まれるよ。え？ん？僕たちの王が生まれる。誰だ？謝罪文だ。なんと本当にこの神の名を持つ古代兵器ポセイドン。数百年に一度海王類と対話ができる人魚が。いや、お前の娘がいつか世界を滅ぼす兵器。おい、シャリー、人魚姫はいつ生まれそうだ。10個。え？10年後のように。